全盲女子の波平丸です。今日は7月20日、今日から夏休みというお子さんも多いかなと思うんですけれども、ということで今回は私の夏休みの思い出をお話ししようと思うんですね。で、夏休み、私子供の頃とっても楽しみにしていたんですけど、やっぱり夏休みといえばまず思い浮かぶのは宿題ですね。もう私もね、いっぱい宿題出てましたけど、小学校1年生の時は先生からね言われてたんですよね。長い休みの時の宿題っていうのは最初にまとめてやってしまうとか、最後ギリギリになってからね一気にやるっていうのではなくて、毎日少しずつやるようにしましょうってね言われてて、で私も最初は言われた通り毎日少しずつやるようにしていたんですよね。でもだんだんとそれが崩れてきまして、もう学年が上がった頃にはもう最後まで残しておいて慌ててやるっていうタイプに変わっていたんですよね。それで、ね、泣きながらやっていたのを思い出しますけど、ただそうして嫌な思いを何回かしたところである時思ったんですよね。これはもう最初にまとめてやるようにした方がいいなと。夏休みの宿題だったら7月中に終わらせて、あとは心置きなく遊ぼうと思って、ね、最初にやるようにしたんですね。夏休み入ったらもうすぐたくさんある宿題を片付けるようになったんですけど、ただですね、宿題が終わったと思った頃にですね、追加の宿題が先生から送られてくるっていうことがありまして、結構あったんですよね。点字の郵便物って無料で送ることができるからっていうのもあってなのか、結構追加で宿題が届くことがあって、もう終わったと思った頃にねまた来るっていうので、なかなかのんびりできないなっていう印象だったんですけど、まあ、そんな夏休みのね宿題で私が特によく覚えてるのは絵日記の宿題ですね。私絵を描くのってすごく苦手だったんですけど、小学校 1,2 年生の時にはそんな宿題が出てたんですよね。で、前にもちょっと紹介したレーズライターっていうものがありまして、ゴムの板の上に専用の紙を置いてボールペンで描くと描いたものが浮き上がって触れるというものがあるので、それを使ってね絵を描いていたんですね。で、私が描いた中でよく覚えているのが花火の絵なんですよね。小学校2年生の時に家族で船の上から花火を見るっていうイベントに参加したことがあって、で私花火ってね結構好きだったんですよね。音とか雰囲気とかで楽しめて、結構ね手持ち花火とかでも遊んでたんですよね。まあ線香花火で火傷したことが一回ありましたけど、まあ、そんなこともありながら花火は好きだったので、このことを、ね、絵にしようと思って描こうとするんですけど、ただ花火がどんな風に見えるものなのかっていうのは全然わからなくて、どう描いていいかわからないんですよね。で困って、やっぱり花火が描きたいからもうどうしようかと思ったんですけど、もう適当に描きましたね。しょうがないから。で先生からねどんなコメントをいただいたかはもう忘れてしまったんですけど、自分の中ではすごく印象深い絵になりましたね。ということで今回は私の夏休みの宿題のお話でした。
最後まで見てくださってありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。波平丸でした。